Fuck you guys. I was talking to you guys. You sons of... That's how I said imagine it. So every time they win or they lose, it's like a little bit of progression that way. Your belly button. わかりました。うわ、台風のせいで電車が止まってやがる。それは困りましたね。家に連絡した方が。うちには車ないから何にもならん。どうしたもんか。そうだ、うちの車で送って差し上げればいいじゃない。会長、よろしければ。あれ、それってドライブデートじゃん。 ドライブデート。それは紛れもないデートの一種。狭い密室で肩を並べ、小気味よいFMラジオに耳を傾け、おしゃべりしながら雨の街を駆け抜ける。Come on, man! これじゃ私がデートに誘ってることになるじゃない。どうした、篠宮。いえ、なんでもないです。会長から言い出すならまだしも、私からそんな申し出をするわけにはいかないですが、 帰る手段のない会長を放って帰るというのも。そうよ、会長が自分から乗せてと言えば問題はない。あ、私もうすぐタクシー着くみたいです。あ、そうですか。どうすっかな。だったら途中まで一緒に。あ、外聞こえないようにしっかり耳を塞いであげますね。お願いでございます。 ついでにメモ塞いであげますね。このままタクシーのところに連れて行って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 あげますね。このままタク
台風だから休むなんて社会人として失格です。日給より高い料金を払ってタクシーを使うとか、誰かに乗せて行ってもらうとかだとすれば、おのずと私に頭を下げてくることは明白。これは勝ったでしょ。I don't know. 時給1000円で5時間分。しかし休むのはな。さあ、あれ、電車復旧してる。なんでこのタイミングで。もう少し頑張りなさいよ、台風。かぐやは常にあらゆる状況を想定し、白金を陥れるアイテムを用意している。この充電池もその一つ。会長がトイレから戻ってくるまでおよそ1分。その間に会長の充電池を入れ替える。あまりに時間が短い。どうした、シノミは。いえ、ちょっと軽い運動を。 She is a psycho。 充電切れちまったか。なあ、シルミア、携帯で。私も迎えが来たみたいなので失礼しますわ。ああ、また明日。ここで待ってさえいれば。シルミア、車で帰るのか。頼む、俺を乗せて行ってくれ。あらあら、そこまで深くお願いされては断れませんね。哀れな会長を家までお送りいたしましょう。神か。もっと私を大切にしないと、このうち天罰が下りますからね。天罰だなんてまさか。カーマテがバイアフヨアス。冗談なの。ちゃんと早坂にはタクシー呼んでおいたのに。ああ、しおりこれタクシー。もう！
I mean, she kind of deserves that. but still. Ah, man. それでまあ、こうなるのも読めてましたよ。She got cold! もっと早く止めてよ。篠宮が風を。So she's like the maid, but she also goes to school with them. But she's a maid, full-time maid? Huh. 引いたそうだ。Random. ドキドキお見舞い編に続く。いいですね。なんかいろいろできそうで、素晴らしいです。篠宮が風邪をひいたそうだ。そんで家にプリントを届けに行かなきゃなんだが。私が行きます。藤原初期が。私一度だけお見舞いに行ったことがあるんですが、風邪をひいた家具屋さんはすっごく甘えん坊さんになるんです。甘えん坊？隊長、背中拭いて。あーん、超可愛いんですよ。もうね、どれだけ抱きしめてもわからないんですから。会長、ギュッてして。なのでお見舞いを独り占めするなんてずるいです。行くならみんなで行きましょう。言わずと知れた定番ゲーム。ジョーカーは使いません。あとイカ様行為は露見した時点でマイナス5ポイントですからね。 What the fuck is this game? It needs introduction to me. I'll just figure out. では会長からスタートですね。じゃあゲームスタートです。どんだ藤原初期。何の話ですか、会長。 Okay. いや、まあ不可解な点がいくつかあるよな。 I'm not clear about anything. まず俺たちに記憶力で挑む。この時点で少し不可解だ。イカ様トランプじゃねえか。うわ、マジじゃないですか。藤原先輩成功。補足。しかも一応かけておいた保険でバレるとか、一番恥ずかしいやつ。ああ、恥ずかしい。僕ならもう帰ってますよ。その辺にしてやれ、石神。イカ様は罰点制裁と定めた時点でこれもルール範囲内の行為。触れてるだけフェアだ。そうですよ、イカ様はバレなきゃイカ様じゃないんですよ。へーぜ。いや、バレたんだけどな、君。仕切り直し。前半戦、腐っても秀才たち。おのおの出たカードと位置を正確に記憶の。What? 少し難易度上げますよ。何？場所移動。それは必死に覚えた記憶を破壊する非常にうざったい戦略である。やばい、記憶が飛ぶ。場所移動戦法により、藤原初期は順調にポイントを伸ばし、ついにマイナス分を完済。さあ皆さん、ゲームを楽しんでくださいね。お土産は何を持っていきましょう。こんな機会めったにないですからね。まあ、あれだけびしょ濡れになってれば風邪くらい引きますよ。びしょ濡れ？篠宮が？あいつ車で帰ったろ。さあ、たまたま見かけただけなので。校門の前で立っていて誰か待ってたんですかね。もしそうなら、何が甘えん坊篠宮だ。ろくでもないことばかり考えてバカか俺は。だとしたら見舞いに行かなきゃならんのは俺だろう。バカなこと考えてないで頭を回せ。普通にミスっただけか。いや、まさか。なるほどな。次は会長の番ですね。もらった、もらった、もらった。俺の勝ちだ。決着、1位白金。 How? おお、怒涛の追い上げでしたね。いや、まあ種さえ分かればこんなもんだろう。種？このトランプには柄が対象ではないという特徴がある。だから13のカードの扱いに困って藤原初期は遠くに置きたかった。場所移動戦術もそれを隠すための行動だな。藤原先輩。She cheated again. She cheated again. 成功！成功！高速！ちっとも懲りてない。安心します。どこで買えるの、そのずぶとさ。そんでバレた逆に利用されるとか一番恥ずかしいやつ。恥ずかしい。これは恥ずかしいですよ、藤原先輩。姉様や妹ちゃんたちなら騙せたのに。ほんとせこいっすね。これだからアナログゲーマーは。浅はかというか、アナログゲーマー。自分で掘った穴にはまったようなもんじゃないですか。
似合わんことするからこうなる。篠宮ならこうはならんだろうな。篠宮なら。はっ、やばい、ちょっと緊張してきた。はあ、お土産って何持っていけばいいんだ。桃の缶詰食べたいよ、早さん。はいはい。This is the first time he's into a house. Medicine would be medicine. これが噂の篠宮別邸。Yes, it is. Wow. ネットで見たことあったけど、実際すげえな。お土産に飲み物やゼリーは失敗だったかもしれん。What the fuck is that place? Someone told me stuffed a bit. All right, fair enough. Someone told me that she is voiced by Amelie, the cover singer in the dub. Is that true? Oh, maid-san da! 知って。本日はかぐや様の見舞いにいらしたとお見受けしますが。That's crazy. That's so cool. その通りです。では、How cool? かぐや様の部屋へご案内いたします。あ、いや、そのですね。俺、篠宮にプリント届けに来ただけというか、これ、浜坂さんから渡しておいてもらえればとか。ここまで来てビビるなよ。You can do it. さあさあ。いや、でも。いいえ、いいえ。かぐや様に直接お渡しするのがよろしいかと。でも。かぐや様。The goddess Eris has a chest.こら、何してるんですか、かぐや様。だって見つからないんだもん。お客様。会長だ。どうして会長がいるの。いや、そう。今日からうちに住むの。聞いてない。住まない。住まないから。Are you living here? 浜坂さん、これって一体。ジークムント・フロイト曰く、人間の行動は欲望、意図と理性・エゴによって決定されるそうです。は？人間の本能は意図を生み出し続け、エゴはそれらを抑制するブレーキの役目を持つ。ですが、エゴの源である思考力が一見起きているように見、So basically, if you're super smart, when you're ill, you become super dumbInteresting. Interesting. So, just for future clarification, no, that's exactly what she was saying. I will hear nothing about it. I will hear nothing about it, okay? No, it's fact. I will hear no arguments against it. It is fact. Fact forever now. If you are super smart when you're ill, you become super dumb. Fact. So, I would like to say right now,Anytime I ever do anything stupid, it is simply because I am sick. Yes, I am unwell. That is it. 見えますが、実際まだ夢の中みたいなものです。元気になったら、病気の時の記憶なんて綺麗す。Oh, you have Twitch? I do indeed, my friend. And welcome. What's your name? Doctor who? Doctor what? Doctor who? Doctor what? Welcome, my friend. Welcome. やっぱり残らないのですよ。酔っ払いと同じです。また妙なことに。さて、私はそろそろ仕事に戻らないと。かぐや様のお相手をお願いします。かぐや様の記憶は残りませんので、何したってバレっこないですから。絶対に変なことしちゃダメですよ。だからしないって。I'm not stupid. I'm just an ill genius. Facts. What the fuck is that conversation?篠宮にいろいろ飲み物を買ってきたんだが、いるか？花火？いや、花火じゃない。ダメだ。今の篠宮には話の文脈というものが存在しない。正直なところ、アーンしたりとか横島の期待もあったが、割とマジで弱ってるんだよな。この機に乗じれば、篠宮の本心や弱みを聞き出せるかもしれん。だが、シノミア、もしかして俺のせいで風邪ひいたのか。昨日、俺を送ってくれるつもりだったんじゃないか。それで、校門で待ってたせいでさ。わかんない。そうだったような、そうじゃないような。どっちだよ。会長、怒ってる？ごめんなさい。いや、怒るようなことじゃ。
私いつも会長を困らせてる。私ね、いつもね、どうしたらいいかわからないの。Okay.初めてのことばかりだから分からないの、so、だから私が知ってるやり方しかスピシースピシースピシー今何時 She said the thing! She said the thing! この場面が寝てたんじゃスピシーおスピシースピシいや、俺はただお見舞いに来て。それでベッドに潜り込む男がいました。信じられない。だからお前が誘って。あなたか、私どこまで会長と。さあ、めちゃくちゃめちゃくちゃ大変なのに、頑張ったのに。ドキドキお見舞い編カン。まあ白かな。君とはgo back and read the rules. What was like around here, wasn't it? If you are in Shinomiya's, do not rely on anyone. Instead, use them. Do not receive anything. Instead, steal. Do not love anyone. There is no instead. What the fuck? Well, those are some interesting rules. X1490E, thank you very much for the resub. Appreciate you. Okay. Okay. Well.